宮城県サッカー場は宮城県宮城郡陸町にあるサッカー専用スタジアムである。同じ陸町にあるグランディ21宮城スタジアムとは谷筋を挟んで離れているが陸橋を通って2 6トルの距離にある。宮城県の公式サイトには当スタジアムをグランディ21の一部とみなしている記述がある2016年4月1日より、 宮城生活協同組合が命名権を取得し、産直ブランド、めぐみやより、宮城西京めぐみやサッカー場の故障となった。1990年に開かれたインターハイのサッカー競技の会場として開設されたスタジアムで、1995年から1996年には、宮城陸上競技場と共に、ブランメル仙台のホームスタジアムとして、 QJFL の試合に使用された。現在は JFL ソニー仙台 FC の本拠地として数試合開催されている。また、ベガルト仙台のサテライトリーグレディースの試合でも使用したり、天皇杯の宮城県代表を決める NHK 杯河北杯争奪宮城県サッカー選手権大会の決勝戦をこのサッカー場で開催しているグラウンドは3面あり。 メインの A コートと B コートは観客席を挟んで隣接するように作られている。C コートは2011年2月に人工芝化された。C コートはラグビーやアメリカンフットボールにも使用化である。2014年1月6日より宮城スタジアムなど宮城県が所有する7つの体育施設において命名権の募集が行われ、宮城県サッカー場においては 宮城生活協同組合が2016年4月1日から2019年3月31日までの3年間、年額100万円で命名権を取得することで合意した。これにより、宮城生協恵みやサッカー場の故障を使用する。ありがとうございます。